こんにちは、ジョージ石原です。今回はですね、こちらになります。メインチャンネルの方の動画で、こう曲がレールのね、レールを使ってジェットコースターみたいなコース作ってくださいっていうね、コメントいただいてたんで、ちょっとねやってみました。どうですか？結構ね、あの遊園地にあるジェットコースターみたいな、あのコースになってるでしょということで、まあ、今回はね、これで遊んでみたいと思います。ではまずはね、ちょっと試しにね、走らせてみます。で、走るプラレールはもうこのね、ハローキティで行ってみたいと思います。ちょっと可愛くてかっこいいやつで行きますね。ではね、ここから、スタートしてみたいと思います。どうしよう、ハイスピードで行けるんかな、まあ、とりあえずまずはロースピードで行きます。ほう、行けるのか、登れるのか。登れてるね。おお、ダメか。やっぱ3両じゃきついっすね。ということで、1両でね、行ってみたいと思います。じゃあロースピードで、よいしょ、行きます。ほう、どうだ、行けるのか、登れるのか、この坂を。登れました。おお、行けてる、あ、行けてる、え、やった、いけた。さすがプラレールやね、走行精度高いね。おお、これいけるんだ。まあね、これ結構なね、坂なんですよ。横で見ると結構な坂なんですけど、いけるんですねしかも曲がれるだから、ちょっと厳しいかなと思ったけど、いけてる、いけてる、やったー嬉しい。じゃあこうなったら、えい、ハイスピードでもいきますよ。ほう、どうだ、いけるのか。あ、いけてる、いける、う、おおあー、いい、いけてるよ強い、やるな、ハローキティ。うおすごい。じゃあせっかくなんでね、他のプラレールもちょっと走らせてみます。ではね、先月発売されたね、こちらの4台のね、プラレールの先頭車もね、走らせてみたいと思います。じゃあまずはツバメいきます。おー、あ、ちょ、おー、あ、ちょ、あれ行かないぞ、ツバメ行ってくれ行った行った。おー、これね、車両のこの走行性能も結構関わってくるんで、うわ、ちょっと待って、早いな。ハローキティがめちゃ速い。おお、あ、いけてる、いけてる、やった。じゃあ、続きましてね、こちら、N700S ですよ。じゃあ、これも行きます。ほう、よっしゃ、結構、あ、結構落ちるね。ほ、どう、いける、これほんと車両によっていけたりいけなかったりっていう感じですけど、うわ、でもすごいよ、面白い、これまた前回同様バトレールみたいになるのかな、これどれが生き残るかっていうの、はい、いきます。これはまた前回と一緒か。さあ皆さん、どれが最後まで残るでしょうかということで、バトルーム、あー、あずさが落ちました。そして、あー、おお、意外、ハローキティ落ちました。早かったですからね、ハローキティ。じゃあどれが残るのかさあ皆さん、予想してみてください、どれが残るのでしょうか。まあ、ジョージ社的にはもう形的になんかすごい強そうなのがある列車なんですよね。これ強そうでしょ、まあ、ある列車が残るんじゃないかなと思うんですけど、どうなんでしょうか。もう一発決まるよこれ。さあ、どれが残るんだ。あ、でも速度が3台ともなんか似たような速度で全然足りない。もう差が決まりませんね、これは。決まったんですけど、ちょっと待ってください、これはなんか勝敗が決まりそうにないな。どうだあ、追いついてきた。
800円追いついてきた。もうこのね、これはもう完全に後ろの、あ、落ちた。800円が自滅したような感じですね。こうなってくると後ろに行くわけがなさそうですね。さあ、L700S が追いついてきましたよ。さあ、どうなるか。どっちが勝つのでしょうか。さあどうだ、追いついてきました。あの坂で勝敗が決まりそう。あ優勝はある列車です。なんだこれは。いやでも強いね、安定の強さよね。はい、では最後はですね、これ逆も走るのかやってみたいと思います。これいけるんすかね。逆はね、こっちのね坂がかなりきつそうなんで、これかなり厳しいとは思うんですけど、一応逆走もね行ってみます。まあほう、もちろんねハイスピードです。これいけるのかな。結構すごい坂ですよこれは。あ、いけた。出ましたね。わー、いや面白い。あ、むしろこっちの方がジェットコースターっぽいかな。おお楽しいねこれ。はい、ということでですね、今回はですね、あのメインチャンネルの動画のコメントにお答えして、このマガレールを使ってジェットコースター風のねレイアウトを作って遊んでみました。はい、ということで、まあ、今回はこれで終わりたいと思います。ありがとうございました。おお、ここすごいよ。こっちからもね。